はじめに大好きスマッシュです。うん、スプリガン、スプレッドフュージョン、こちらの弁をね、まあ最近結構使ってるんですけども、まあ、僕的に結構強い方かなと思うんですけども、この弁にあのカスタマイズを加えてね、どこまで進化するかをね、今回試したいと思います。では行こう。まずはこの通常のスプリガン、スプレッドフュージョンを回したいと思います。まあね、バランスタイプなんでね、結構バランスタイプが好きなんで、まあ一番最初のベインっていうのもあって、やっぱ使い手がシューっていうね、まあ、シューはかっこいいからね。それではこのスプリガンにね、加えたいパーツをセットしていきたいと思います。まずはこれとこれですね。インパクトドライバーにグラビティディスク。グラビティディスクは重いディスクとして有名ですが、このグラビティディスクに対しインパクトドライバー、インパクトドライバーはね、結構行動するんで重かつ速い、これをちょっとメインにしてみましょう。では回していきたいと思います。はこれとこれですかね。リボルブドライバーとスプレッド、まあ、スプレッドは普通のスプリガンについてたパーツで、遠心力をより上げるような、あの抵抗が少なくなので結構回るらしいです。それに対しドライバーに、リボルブドライバーは持久タイプですね。スプレッドでね、回転力を増して抵抗のない回転でスピンフィニッシュで、まあ勝ちにいきたいと思います。はい、じゃあ回していきたいと思います。おー、やっぱ静かだね、リボルブドライバー。ほらー、おー、さあ持久を続け。おっしゃー、来たー、バースト。続いてこちらと、あとこれですかね。フュージョンドライバーにブーストディスク。さあ、いけ、バルキリー、行ってこいやー。あ、今は重かったな。一応バルキリーにはグラビティディスク入れてるんで、重いな。なんとか耐えろ、なんとか耐えろ。ダウンドラックスのにマグナムディスクにブロードライバー、よし、おーやー。さあ、叩きついて、おお、飛び出した。おお、今回スプリガンをカスタマイズしてね。やべ、何の目的か忘れてた。